愛の星です。今回はですね、精神科に相談するべきか相談しない方がいいのかっていう判断基準はどこにあるのかっていう話をしようかなと思ってます。で、これぶっちゃけですね、これ判断難しいんですよ。むちゃくちゃ難しいんですよね。私はですね、うつ病を経験して4年か5年経って寛解したっていうようなタイプの人間なんですけど、その私が振り返ってみてもですね、どのタイミングで病院に行くべきだったのかっていうのは全然わからないです。その薬を飲むべきなのか飲まなくていいのかっていう判断のところはもちろんその精神科の先生がするとは思うんですけど、ただその精神科の先生によってはね、とりあえず来たら薬を出すみたいなタイプの人もいて、なんかそういうところに当たっちゃうとね、ちょっとどうなのかなっていうところだったりはするんですよね。もちろんその自殺願望が今ありますとか、そういう状態だったら絶対に行った方がいいっていうのはわかるんですけど、なんかそれ以外の基準で言うとね、例えばなんかそのなんとなく調子が悪いとか、なんとなく夜寝てたら涙が出るとかってね、それぐらいの程度だったら、行くべきなのかどうなのかっていうのは結構難しいところで、よくなんかその日常の生活に支障ができてたら行ってくださいみたいな話もあるんですけど、その日常生活に支障が出るっていうのもね、結局どの段階なのかって結構判断難しかったりするんですよね。でもちろんね、その最初に内科的な疾患とか他の疾患がないかっていうところはちゃんとクリアしておいてほしいんですよ。だからうつ病と思ったら実は違う病気だったみたいなこともあると思うので、その辺はクリアした上で精神科に行くべきかどうかっていうところで悩んでる方はですね、臨床心理士の先生がやってるカウンセリングとかに行ってみるっていうのも一つの手だったりします。で、カウンセラーの先生っていうのは診断はできないんですね。お医者さんではないので、診断はできないんですけど、精神疾患の知識っていうのはねすごくあるんですよ。これは私が一時期ね、放送大学で臨床心理士よりもちょっと下というか少し違う資格なんですけど、認定心理士って資格を取ろうと思って行ってた時があったんですね。もう諦めちゃったんですけど、その時にその臨床心理士の勉強の範囲みたいな教科書とかいろいろ見てたら、精神疾患のことは結構勉強するんですよ。だから一通りの知識はあるんですよね。だからなんか薬に抵抗があるみたいな人もいると思うので、そういう人は最初は臨床心理士のカウンセリングに行ってみるっていうのも一つ手なんじゃないかなと思ってます。で、そこで、あなたはちゃんと精神科に行った方がいいですよとか、精神科に行かなくてもそのカウンセリングで対話をしていく中で考え方が修正すれば良くなっていくかもしれないみたいな判断も、そこで仰げるわけじゃないですか。もちろんその診断はつかないので、カウンセラーの場合は診断はできないので、例えばその診断をもらって休職するみたいなって話になってくるのはまた違ってくるんですけど、ただなんか一概にね、そのちょっと調子悪かったらすぐ精神科行ってくださいみたいなっていうのもなんか違うかなって個人的には思ってて、行った方がいい人も確実にいるんだけど、正直行かなくてもいいよねみたいな人もいたりするんですね。これはある精神科医の先生に聞いた話なんですけど、やっぱり軽い人の方がね結構来るらしいんですよ。薬出すか出さないかぐらいの結構微妙なところ、どうしようかなぐらいのところの人の方が結構患者さんが今多いらしくて、本当に来た方がいい人、超重症の人とか来るべき人みたいな人があんまり来てないような気がするっておっしゃってたんですね。だから本当にその来るべき人がなんか我慢していかないとかってやると、本当に自分で死を選んでしまうみたいなことっていうのになってしまいがちなので、行った方がいいんですけど、なかなかその辺の判断難しいよねっていうところが、今回のその本音の動画になりますね。やっぱりその精神科に相談しに行くべきか行かないべきかっていうことに悩んでるっていう方は、その答えが欲しいと思うんですよ。あなたの今状態はこんな状態だから精神科に行った方がいいですよとか、それなら行かなくていいですよとかって答えが欲しいとは思うんですけど、でも結局のところね、行って話して専門家に聞いてみないとわからないわけですよね。で、しかも行くべきかどうかっていうのもぶっちゃけ判断むずいよっていうのは、経験者の私から言えることだったりします。ちょっとね、なんかふわっとしてて申し訳ないんですけど、これが本音なんでね、はい。というわけで今回は精神科に相談するべきかしない方がいいのかっていうお話でした。今回はこんな感じでありがとうございました。